経営奥の細道今回のテーマは超スマート社会です。ソサ e ティ5.0と呼ばれています。どうやら未来の社会を意味しているようですが、それが意味する超スマート社会とはどのような社会なのでしょう。今や IT という言葉は聞き慣れました。 インフォメーションテクノロジー、情報技術を意味します。コンピューターやデータ通信に関する技術の総称です。その言葉の意味は広く、コンピューターやインターネットを活用して社会に役立てるための技術を指します。最近は ICT という言葉もよく耳にするようになりました。これは IT にとても近い意味ですが、 コミュニケーションが強調された言葉です。国際的には ICT の表現が定着していることから日本でも IT に代わって ICT が標準的な表現になってきました。言い換えれば IT は情報や知識を共有できることが大きな成果でした。一方 ICT はコミュニケーションが意味するところ人と人。 人ともの、ものともの、との情報伝達です。これらが新しい未来社会を作る技術になると言われています。IT と ICT は互いに近い意味ではありますが、いつの間にか明らかな違いが出てきています。皆さんがお使いの端末も PC からスマホやタブレットが多くなったでしょうね。それにつれて利用できる場所や時間を選ばなくなりました。 PC は複数の人で使えたのですが、スマホやタブレットは個人を特定した端末としての利用になりました。音声や画像が自由に使えるようになり、互いの交流や共感のために使うようになりました。アプリケーションも Facebook や Twitter、LINE などの SNS が広く使われるようになりました。 もちろん、IT 時代がなくなったわけではなく、皆さんも、今でもパソコンを使います。これからも使うでしょう。しかし、確実に時代は動いています。ICT が作る未来を具体的に見てみましょう。超スマート社会、どんな未来社会なのか、過去から未来への社会の変化を整理してみます。人類が誕生してから、長く、狩猟社会が続きました。 これを、狩猟社会、ソサエティ1.0と呼びましょう。1万3000年前、人々は定住を始め、考えにより、安定した農業社会を築きました。これを、ソサエティ2.0と呼びます。18世紀になると、蒸気機関が発明され、産業革命により大量生産ができるようになりました。この頃からすでに、環境汚染が始まりました。 この工業社会がソサエティ3.0です。コンピューターの発明は社会に情報革命をもたらしました。ソサエティ4.0です。そして ICT が作る新しい社会がまさに今始まろうとしているわけです。超スマート社会、ソサエティ5.0と呼ばれます。ICT が新しい社会、ソサエティ5.0 を作るとは一体どのようなことなのでしょう。ICT で最も私たちが日常使っているのが SNS かもしれません。ソーシャルネットワーキングサービスの頭文字です。そして ICT を支える大切な三つの技術があります。それは IoT、AI、ロボットです。IoT、インターネットオブシングス。 あなたを取り巻くすべてがインターネットにつながる社会です。AI、アーティフィシャルインテリジェンス、人工知能を意味します。コンピューターは多くのデータから自律的に学習して自らの能力をどんどん高めていきます。ロボット、人に代わって仕事をしたりお手伝いをしてくれます。ロボットと生活する社会はどんなでしょうね 新しい未来への期待が広が広ります。皆さんの事業の成功のために是非ともチャンネル登録をしていただき次の課題に進んでください。